ラシです。それで今日もラブラックスやっていきたいと思います。というわけで今日はですね、こちらの、怖いロボット先生がですね、襲いかかってくる学校から脱出するロブロックスをやっていきたいと思います。怖いですね、これしかし。まあ、前に流行ったバルディ先生みたいな感じなんですかね。じゃ、早速ね、このね、つまらない授業から脱出していきましょう。ねえ。あー、小学校の時にこれやりたかったな。はい、つうわけでね、早速脱出していくわけですけれども、なんか教室の端っこに矢印があるんですね。これを多分やれということなんでしょう。早速行きましょう。ドアはね、さっき見たんだけど開かなかったんですよね。さあ、引っ張ってみると、おスプリクーラーが発動して、あ先生が壊れてる。あ、ロボットですかね。水に弱いんでしょうかね。今のうちに逃げましょう。やべ、暗くなったぞ。そうかそうかそうか、ショートしちゃったんだ、スプリンクラーのせいで。え、これもしかして襲ってくるのってラッシーさんのせいなんじゃないの？やばい、暗いよ。怖いな、これ。どこに行けばいいんだ？こっちに行ってみようかな。何にも、あ、ちょっと待って、なんか怪しい音楽が聞こえてきた。え、おー、痛い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 。なるほど。先生に捕まると食べられちゃうっていうか、お仕置きされちゃうんですね。というわけで、じゃあ見つからない。来た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 、やばいやばいやばい。ちょっと待って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 、早いぞ早いぞ早いぞ。全然なんか、先生がいた方向とは関係ない。やばい、結構、あ、後ろの電気が明るくなってくの怖い。ほら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 、もう、マジ、真後ろにいる、真後ろに。いや、矢印だ。矢印があるの。こっちなんじゃないか。すげえ追ってくる、すげえ追ってくる。矢印。ここから逃げよう。危な。え？消えた。消えたね。え、なんだったの？え、びっくりした。目の前のこの赤いやつがね、先生の明かりかと思いましたけど、なるほど、こういうトラップがあって、はいはいはい、赤外線トラップ。これ多分踏んだら死んじゃうんでしょうね。これだから踏まないように飛んでいって、慎重にちょっとね進めていってからの、ここに扇風機がある。お、誰かいるぞ。あ、誰、あー、刺されて死んじゃった。ちょっと待って、これトゲトゲ床か。これ床が落ちるんだ。危ない。おー、ナイス神プレイ。嘘、上、今、嘘、今行ったよね。完全に行ったと思ったんだけど。ちょっと待って。神プレイだったでしょ、今。床が落ちるんですよ、これ、ね。落ちる前に飛んでいく。オッケーオッケー。さあ、そして、結構危険。なんで学校にこんな仕掛けがあるんだ。危ない。生徒を絶対に授業から逃がさないという意志が伝わってきますね。さあ、この、あ、ここの扇風機の間を通っていって、痛い。うわー、切られた。そんなに切れ味鋭くなかったけど。いや、これ地味にタイミング難しいですね。さあ、行きましょう、もう一回ね。ゆっくり行けば大丈夫。はいはいはい。こっちからの、これが過ぎ去った後は、はい、楽勝。はい、こしてこの穴の中に入っていくと、体育館に来ましたね。おっと、お友達がいるな。お友達元気か？お友達。何やってんの？バスケ？ラシーさんも入れてよ。何あの、あからさまに怪しいドアあんだけど、あそこ。ちょっと見てみようか。うわー、入った、いきなり来た、先生来た。お前ら、おとりか。絶対おとりだろう。あ、でも先生意外と遅いぞ、これ。逃げ切れる。捕まった、嘘。今逃げ切れると思ったんだけどな。先生の足が意外と遅いから、なんとか、これは、うまく、こっちに引きつけといてからの、この斜めの距離を使って逃げる。オッケーオッケー。さあ、このまま先生を引っ張っていきましょう。どこまで引っ張っていけるかなと。ここ曲がって曲がって、オッケーオッケー。よし、ちょっと一瞬でも気抜くとダメだな、これ。よし、来い。よし、今度こっち側行ってみよう。こっちが何があるのかな、これ。この先、あ、矢印あった。こっちが正しい道だったっぽい。オッケー、矢印の中入って、トイレですね。トイレ、おい、来た。すぐ後ろにいるんだよ。一瞬でも迷ったらこれ命取りですね。意外と難しい。ちょっと待って、もう一回行くよ。さあ、トイレまで来た。ここからのどこ、これ穴の中入って大丈夫なのかな、落ちるしかないよね。オッケー、下水道。来てない。なんだこの風船。ええー、これあれじゃん。イットのやつや、イットのやつ。それが見えたらってやつね。さあ、ここは、あー、ここ登っていくんじゃないの、どうすればいいんだ、え、進み方が全くわからん。普通に行ったら、ダメだよね。え？ジャンプで越えるってことかな？普通にジャンプすればいいのか、これ。こっち端から行くのかな？こうやって？あ、オッケーオッケー。越えられる。こういうこと？あー、なるほど。オッケーオッケーオッケー。え？さっきの風船は？イットのピエロが出てくるんじゃないの、ここ。違うのか。おー、ちょっと危ないですね。まあでもここはゆっくり渡れば大丈夫。ここで襲ってきたらすげー怖いけどね。さすがにそれはないか。ここで後ろから襲われるっていうのが一番面白いと思うんだけど、何事もなく、
何事もなく過ぎ去っていく。ここを襲わせるとこだろう。え何もねえのかい。さあ、ここの上怪しいですね。登って、おっと血文字が、アヒルに注意って書いてある気がするんだけど、これ。どういうこと？アヒルなんていねえんだけど、まあいいや。ちょっと、気をつけて、じゃあ、アヒルに、皆さんアヒルに注意して進めましょう、ここね。アヒルに注意。落ちる。そして、お？お？アヒル？アヒルの声、これ。どこ？生きたアヒル！アヒル！あれ、ピザ屋の人形じゃん、これ。めっちゃ襲ってくる。ピザ屋の人形のやつじゃん。やべ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 。牙がすごい、牙がすごい、すごい。あーアヒルやっぱアヒルか。いやー、アヒルいたね。あ、来た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 、アヒル来たよ。さあ、このアヒルから逃げながらどこに向かえばいいんだ、これ。あ、矢印ありました。ここだ。ここか。おいしょ。消えるんだよね、これ。次のとこ入ると消えるんだよね。さあ、お友達も後ろから来たところで、ここはどうなってんだ？お、ナイス。先に行ってくれる。こいつを行け。なんか危険な音してる。トゲだ、トゲ、おいあいつを生贄にしようと思ったんだけど、ラッシーさんが逆に生贄にされましたね。さあ、これは、うまくタイミングを見計らっていけということですね。さあ、行って。どうしたどうした？なんで行かないの？え？ちょっと今度は慎重に行きます。よいしょ、オッケー。あいつも来たかな？あいつまた死んだ？来た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 。オッケーオッケー。さあ行こうぜ行こうぜ。ラッシーさんと一緒に行こうよ。こいつ絶対ラッシーさんをおとりに、俺より先に行かねえんだよな。まあいいや。どんどん行きましょう。絶対これおとり作戦使われてるよ。おーいっぱいトラップが仕掛けてあんね、これ。でもこういうのは絶対このトラップの道から行った方がいいに決まってんだよ。さあ。なんかまた血文字が書いてあるぞ。美術室かな？美術教室？よくわかる。おお！びっくりした。なんか動いてるから。敵がいるのかと思いきや、全然、ただ、攻撃してくんのかやっぱり。ちょっとびっくりしたよ。正直初めてびっくりしたかもしれない。この世界に来てからね。さあ、こいつらに当たらないように行かなきゃいけない。結構ね、動いてるから当たる。お！待ってんじゃん。こいつ、ラッシーさんを生贄にするために待っててくれたんかな。さあ、こっち行きましょう。ここ多分なんか、写真の外に出たぞ。なんだこれ。プロペラみたいな、赤外線レーザー。いや、これもう物理法則を無視してるでしょって、下に落ちちゃって、あー嘘絶対に逃げられない罠じゃん、これ。あの、ガラスのとこ行っちゃダメなんか。なるほど。だからあいつ行かなかったんだ。あいつ知ってんじゃねえか、ネタバレ。知ってるだろ、絶対。絶対これ真ん中で通るよね、普通。なんで通んなかったんだろう。ラッシーさんの見て、分かったかな。そんなことドアはまってるよ。大丈夫さあ、どんどん降りていきましょう。そして、ドアを開けた先には、また血文字。なんだこれ。カフェテリア？食堂ですけど。あ、なんか音がしますね、また。ピロロロロロ。おー、なんかいる、なんかいる、なんかいるぞ。おい、あ、もうそっち危ねえぞ。お、大丈夫か。あいつすり抜け、うまいなぁ、あいつ。うまくこれ机を使って、あいつを、オッケーオッケー、やべえ、来てる来てる来てる、来てる。めっちゃ机超えてくんじゃん、こいつ。やべえやべえやべえ、くるくる、くるくる、逃げる逃げる、あー、捕まった。障害物は使えないんですね、敵をうまく巻くために。これを使えるようにしてくれたら、ちょっともうちょっと面白くなると思うんですけどね。さあ、ここ逃げて、向こうのドアから、オッケー。嘘！今行けたよ、絶対。おし、今度こそ逃げ切る！オッケー。だいたいここ穴入るといなくなんでね、あいつら。いないよね。うん。すぐいなくなんでね。あー、さすがに相棒いなく、行っちゃったね、先に。スイミー。え？泳げってよ。あ、すごい。こう泳ぐモーションとかもある。すごいね。さあ、水の中を越えて。ザイットのやつは出てくんのか？風船があったけどな。なんもないの？これすげえ静けさが怖いんだけど、逆に。出ましたよ。プールに出ました。プールに出ました。これ上？横？横かな？あ、いけない。上か。そしたら、こっち側から出口？あ、ここが出口か。ここか。あ、出た出た出た。そして、何にもいないの、プールに。また血文字だ。え？バスをゲットしろ？ゲットトゥーザバスって書いてあった。
さあこっちになんか後ろから来そうな雰囲気あるけど、あっ、いた、先生来た、先生来たよ。バスどこにあるんだ、バス。やべ、アヒルもいるじゃん、アヒルも来た。先生とアヒル、あっ、あっ、そこから来るのずるくね。ちょっとやっぱ先生をうまくここに引っ掛けたいよね、このゴールとかに引っかかってくんねえから。アヒル来ました。さあこの2体をですね、うまいこと引きつけて、オッケー、いけるぞ、これは。後ろにね、自分の後ろにやっちまえば大丈夫なんですよね。さあ、来たぞ来たぞ、ピロピロおじさんも来た、ピロピロおじさん来た。さあ、これで、なんとか、オッケーオッケー、これはバス、どっから乗んねん、バス今、後ろ開いてたように見えたんだけど、あそこガラスありましたね。よし、ちょっと待って、もう一回行くよ。うまいことこう、引きつけて、オッケー、先生こっちよ。こっち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 。一旦このね、アヒルをね、門から離さないとダメなんですよ、こっちに。オッケーオッケー、いけるいける、これはいける。ここで、おしよし、いいぞいいぞいいぞ、来てる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 、怖い怖い怖い。影が、あー、横からも来た。ちょっと待って。いけいけいけ。ここから乗れるだろ、これ。乗れる。嘘、今乗ったぞ、今絶対。めっちゃ叩かれてる。めっちゃしばかれてる。捕まるとめっちゃボコボコにされんだ、あの、持ってるやつで。しかもあの、先生の持ってる定規、悪意を感じるトゲがついてますからね、すごいね。怖いですね。よし、今度こそ、今度こそ絶対にクリアする。あ、来た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 、オッケー、乗ったろ。おえーへーへー、これねーでやんの、これねーでやんの。さあ、これ何、バス運転してんだよ。あ、いや、勝手に乗ってた。じゃあなー先生、あーばよー。よっしゃー、うー、怖かった。え、でもこれ運転手もいないけど、どこに向かってくるんだ、これ。バス怖っこのバスが一番怖いかもしれない。絵的に。あ、なんか公園が見えてきました。これ、あれ、今流行りの自動運転ってやつ、もしかして。すげえな、最新技術。着きました。お、あいついたじゃん、いつの間にお前乗ってたいたっけ、あの人あ、公園になんか着きましたよ。これなんだ、滑り台とかあるぞ。おお、滑れる滑るっていうよりは転げ落ちた感じで、ちょっと待って、もう一回行ってこっちから行ったらわかるかな、ちゃんと滑る。行くよ、よいしょ、せーの、ほい、ずるーめっちゃ飛ぶじゃん面白、なんかいろんなアスレがありますね、これね。え、なんだ、あ、ジャンプパッド、すげー飛ぶお、なにこれ、え、瞬間移動できる、なにこれ、すごい。え、なるほどね。この公園はいろんな遊びができるんだ。このアイテム使わせてくれよ、逃げてる時に。ねえ。はい、多分使った。はい、というわけでね、今日は学校からの脱出をやってきました。いろんなね、他にもステージやっていきたいと思いますので、ぜひね、また見てくださいね。ということで、やってほしいステージとかあったらコメント欄で言っていただければ、やりますんで、よろしくお願いします。ということで、今日これにしましょう。最後まで見てくれてありがとう。じゃあ今日これで、ね、また見てね。バイバーイ。